ボスナ・ボスナまたは、ボスナは、オーストリアのザルツブルク名物のカレー風味のホットドッグである。ザルツブルクで一番賑わい、モーツァルトの成果があることでも有名なゲトライデガッセ33番地の路地にあるファーストフード店、バルカングリルが発祥とされるボスナは、ザルツブルクのみならず、オーストリア全土に広く知れ渡っているザルツブルクの名物料理である。 またザルツブルクに隣接するドイツバイエルン州南部でも提供されている。ボスナのレシピは至って単純で、鉄板やオーブンでカリカリに焼いた白パンにマスタードを塗り、鉄板で焼いた細い2本のポークソーセージを挟む。続いて生の玉ねぎのみじん切りとパセリをかけ、最後に特製カレー粉を振りかける。出来上がったボスナは半分ほど隠れる白い紙に挟んで、 って渡してくれる。近年は、ケチャップや、海塩ペッパー、チリパウダーなどもリクエストでかけてくれる。価格は1本3、5から3、8ユーロである。ソーセージのレシピや、本数、長さ、パンの種類を変えることによって、様々なバリエーションが生み出されている。このボスナを創作、あるいはこの地で紹介したのは、ブルガリア出身のツァンコトドロフである。 トドロフは1949年にザルツブルクのレストランアウグスティーナブロイでブルガリア風のホットドッグを出したところすぐにザルツブルク市民の話題となった。翌1950年には現在のゲトライデガスセ33でわずか2平方メートルのファーストフード店バルカングリルをオープンしてナダニッツァとして売り出した。しかしこの発音が当地の人にはどうも難しく。 すぐに、ボスナに改名された。1975年には経営者が変わったが、オリジナルの味は守られ、1日最大2000本のボスナが、ザルツブルク市民と世界からの観光客、そしてウィーンフィルなど音楽祭に参加する芸術家の胃袋に収まっている。なお店には座席はないので、購入した人はすべて、ゲトライデガステを歩きながら食べることになる。なお、 ザルツブルクのソーセージスタンドでは、もともとは茹でたソーセージに、マスタードとゼンメルがあるが、由来しているかは不明である。ありがとうございます。